はい、皆さんこんにちは。今日は昨日に引き続き新しいトミカの予約が開始されたので、そちらの方をチェックしていこうと思います。で、昨日に引き続き私の声の調子が良くないので聞きにくい点があると思いますが、よろしくお願いします。まずはタカラトミーさんのホームページで車種をチェックだね。はい、タカラトミーさんのホームページに移ってきました。今回予約が開始されたのは販売店オリジナルトミカのトミカショップオリジナルランボルギーニムルシエラゴ消防式車種用になってます。発売日の方が2019年の6月1日だったね。そろそろ予約が開始されるかなと思ってチェックしてたら、5月10日の本日から予約がスタートしました。デザインの方はこんな感じだね。ランボルギーニムルシエラゴがレッドのボディカラーになって消防式車種用ってことだね。ルーフの部分には赤色灯がついてて、サイドの部分にはファイアーシェフって書いてあるね。で、リアタイヤ付近にはトミカショップっていうロゴもプリントされてます。じゃあ早速予約ページの方を見ていこうかな。はい、タカラトミーモールのショップのページに移ってきました。トミカショップオリジナルのランボルギーニムルシエラゴ消防式仕様の詳細を見ていきます。このページだね。下の方を見ていくと、ちょっと画像が消えちゃってるね。で、この部分を見ていくと、価格の方は756円になってて、発売日のところが6月1日だね。で、現状では在庫ありになってます。で、少し下の方を見ていくと予約タブが出てくるね。で、もう少し下の方を見ていくと、この部分にはお一人様3個までとさせていただきますと個数制限になってます。公式ページの方ではお一人様1個限りだったけど、これだったらコレクション用も購入できるね。で、今回はタカラトミーモールの公式ショップの方で予約開始になったね。現状では在庫ありになってるけど、人気モデルになるのでおそらく在庫切れになるのも早いかな。せっかくタカラトミーモールのショップのページを今見ているので、もう一つ注目車種を見てみようかな。もう一つチェックしておきたいモデルがこのモデルだね。タカラトミーモールオリジナルのトミカプレミアムの日産スカイライン GTR セット、トミカプレミアム5周年記念仕様のモデルです。こんな感じで GTR の R32 から R34 の3台セットだね。それがこんな感じのコレクションボックスに入っているので、トミカコレクターは手に入れておきたいね。少し下の方を見ていくと、価格の方と発売日の方が出てきます。販売価格の方は3024円になってて、発売日のところは6月22日になってるね。で、現状予約は在庫ありになってて、下にも予約タブが出てきてます。こんな感じで人気の GTR のモデルが3台セットになってコレクションボックスになってるので、なかなかいいセットモデルかな。はい、今日は本日から予約開始になったトミカショップオリジナルのランボルギーニムルシエラゴ消防式車種用の方をチェックしてみました。人気のランボルギーニムルシエラゴが働く車の消防式車種用になってるので、ぜひ1台は手に入れておきたいね。で、おそらくタカラトミーモールのショップの方でも在庫切れになるのは早いと思うけど、発売日当日の6月1日はトミカショップの方でも購入することができるので安心していただければと思います。で、もう一つチェックしたのがこちらの下の方だね。タカラトミーモールオリジナルのトミカプレミアムの5周年記念仕様だね。ちょっと価格帯は高くなるけど、タカラトミーモール限定なのでこちらのショップで手に入れておきたいかな。オークションサイトのヤフオクとかをチェックしてみると、すでに価格の方も少しプレミア価格になってたかな。なので現状予約できる状態なので定価で手に入れておきたいね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。